阪神、坂本が FA で抜けたら完全に詰んでしまう。坂本誠志郎って今年 FA だっけ？阪神の監督候補まである立場だから移籍はありえないと思ってるけど、漫画和正保守確約複数年年俸1億以上とかだったら出ていくかな。そんな契約用意する球団がどこにあるのか。来年だね。国内 FA まで0年17日、海外 FA まで2年17日。おお、よかったよかった。梅野と坂本2人いないときつい。来年オフは梅野が3年契約の終わり。坂本が FA だと思う。果たしてどうなるか。グッバイ。坂本も阪神にいる限り正捕手になるのは無理だろうし、きちんと扱わないとだな。梅野の怪我次第では坂本4梅野2ぐらいになるかね。村上大竹は坂本だが伊藤誠雄は誰と組ませても大丈夫だし。才木青柳の担当になるかしら。岡田がどうも坂本の評価低いからな。梅野怪我した時も梅野の代わり入ないって信頼しきってたし。